するしない？それでは今回の匠ご覧ください。それではオーラス開始です。皆さん手配を開けてください。ドラはウーマン。ピタさん、親がやってきました。上がりやめがないですからね。ないです。尺大丈夫ですか？ずっと続きますか？もうぜひお願いしますもうどこまでも上がり続けてください。もう黒棒もないよぐらいに今頃ですか？はい、今回の手は、もうとにかく動けないな。一番最初に先手を取らないと思うので、はい、そうですね。多分ドコさんはほとんど無視して大丈夫なんです。まあ、下手ですよね、何より進行が、はい、進行速度をチェックしたんですね。そうですね。今回全員がトップを目指すという打ち方になってますから。まあ、大体は漫画縛りなんで、はい、まあ、相当運が良くない限りは、早くいいって言っていいですよ。どんな町でもいいですか？リーチするなら。テンパタルリーチ。また違う吹き出しですね、今までのと思考が。いいですね。局面に応じていろんな藤田さんが見れる。親には結構今回立ち向かいにくいんじゃないか、今の他の3選手の持ち点的に。社長一緒点ですね。あんまね、自分で出るぞ見たって考えることもないじゃないですか。そんな時は、そんな時は何考えてます？私たちの顔ってどうですか、顔見た結果。そうだな。ああ、そんなとこまで見える。あ、これで決定ですか。取り取ったし、出たくないですよ。ねえ、ちょっとね、ね、優雅なのバレちゃいますもんね。自覚したいですよ。いただきます。いや、もちろん。さすがですね。臨機応変に変わっていきます。漫画を作りに行ってるね、神茶がどこを切ってくれるか。見せましたね。見せました。僕ペイいりませんから。まあ、警戒してくれた方がいいですか？それはそれで。ヤングトイトとして。ありました。あ、本。間違えたと思う。ちょっと目の錯覚。目の錯覚が合ってますよ。すごい。数がないから。しかも反応がやっぱ泣き慣れてる。油断してた。早かった、うん。すごかった今。パンタンってすぐちゃんと出ましたよ。天敗が。今のうち作戦？作戦失敗って感じですね。さあ、これね、あれの方が限られるのがね。今回で書いて、ね、作るだろう得ない状況で切ったんですね。藤田さん、はい、これは？うん、ですよね。泣きますよね。オフコース。オフコースですよね。どっちにするんですか？それ。どっちにするんですか？泣いたら。まあ、まあ、ポン監督もちろんこっちって教え、私がね、教えてもらおうと思ったらちょっと話してロンすいません、一番そういう人いるみたいになってますね。はい、さあ、タイヤ王赤ドラさんということで1番2戦を上がりました。今回ね、Mリーグルールのトップ戦ですから、マイナスはどこまでもいけます。ありがとうございます。両替慣れしてるな、今ちゃんと両替するのよ。マージャン打てる人だな。はい、さあ皆さん手配を開けてください。そうですよね、ピンズに行ってるってことですよね。だから早いからこそ 出たって感じで、よりね、これ後になったらああいうのも出にくいですもんね。なんか俺気づいたら近距離に、友達みたいな感じの距離にもうとっくにいますけど。計画通りです。こうやって会社もやってきたんだろうな。はい、ありがとうございます今回は軽やかに、もうドラが早めに泣けたこともあるんですけれども、その後のね、パワーピンこの後仕掛けるっていうのも思考にあって、仕掛けたら、まあ、短期回していく、ね、短期回していこうというところまでありました。ですからもうこういう片方しか上がれないってパターンでもいくらでも自由聞きますよね、一つ勉強にまたこれ皆さんなると思います。
さあ、というわけでこの後まだ親が続きます。本当にどこまでも行っちゃう気がしてなりません。はい、ご視聴ありがとうございました。逆転はなるんでしょうか。次回もお楽しみに。では渋谷部まで紹介3番目、松本義弘、モッティでございます。モッティは好きですか。いや、もちろん。なんだろう、これ私まで来る。そうそう、私も聞きたいから。それもちゃんと続けてるっていう、ね、モッティの良さは松本っていうね、去年ほんと平均的な成績で終わって、うん、なんか花がなかったなみたいな感じでスター性が足りないみたいな話をしてたら、あ、したんですか、その話。めっちゃそれをその気にしててあれってことは、うん、今年相当目立ってるからね。スターじゃないですか。そっちじゃねえだろ。本人でもね気にしてるんですけど、すごい繊細なんでね。いや、かなり気にしてるよ、ね、うん、すごい気にしてる、うん、なんかちょっとね、冗談でも言えなくなって、うん、そう、もうちょっとやめていただきたいぐらいのテンションになるかもしれない。もうなんだろうな、目立ってはいますよ。そうだね、うん、うん、やっぱりあの可愛がられるし、うん、まあ、M リーガーの中でもねやっぱ人気があるんじゃないですか。男性の中では M リーガー最年少で、うん、またなんかね、翔ちゃんと2人ね BL みたいにさ。そうなの、いつもなんかイチャイチャしてるんですよ。イチャイチャ、ね、あれがまたファンが喜んじゃって、はい、そうそう、私毎回写真撮ってますもん。写真撮ってもらって渡されて、うん、いや渡されない、ただただこうやっていつも撮ってるだけ。ああいうのあるんだよね、やっぱ、うん、ジャニーズとかのライブでも最後肩組むとみんなキャーみたいな。あ、じゃあそれをアベマズもできてるってことだ。そうそう、みんな BL が基本好きだから。そっか、アベマの人気をね、うん、上げていく戦略の一つとして BL が、うん、BL が支えてるんだ。そうそうそう。でも間違ってない。はい、モッティはでもまあこれからですよね、若いですしね。あ、もちろんもちろん、ね、これはどんどん伸びると思いますね。はい、モッティ喜んでる。大丈夫です、スター性あります。バイバイ。